は炭治郎の夢ってことかな。今炭治郎の方に画面が行ったってことは、炭治郎の夢は鷺山から。そうだよな、このシーンやばいんだよ。ここでブワッて涙出た記憶がある。最後それで急にお兄ちゃん泣き出すからびっくりしちゃった。変なの。まあ疲れているのかもしれないわね、炭治郎。無理しないで今日は休みなさい。そんな大げさだよ、平気だから。本当に？何か悪い夢でも見てたみたいだ。あれ、禰豆子は？姉ちゃん山菜採りに行ってるよ。え、昼間なのに？ダメなの？いや、あれ？変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる？私は食事の準備をするから。わかった、すぐやる。俺もやる。じゃあ私も。しげるがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。これどこまで見せてくれるんだろうな。さて。あれ、消えた。何だったんだろう。見間違いか。兄ちゃん、どうしたの？いや、なんでもない。さあ、川に水を汲みに行こう。お兄ちゃん。おお、ここで動かせるのか。いや、このね、僕、無限列車2回見に行ったんですよ。2回ともね、まあ、ちょっと多分この後映ると思うんで言わないんですけど、とあるシーンで、泣きましたね。とある、そういえば花子としげるが炭寄りを手伝ってくれた時があったな。二人ともすぐに疲れて動けなくなったから炭と一緒に荷車に乗せてやった。思い出もう全部ここに詰まってんだね。もう思い出がここにさ。ちょっと待って、あっちが、こっちはいけないか。一応ちょっと後で見てみようか、調べる。竹雄が一緒に薪割りしたいって言ってたな。今度誘ってやるか。お兄ちゃんどこ行くの？ちょっと川待ってはな。そっちじゃないよ。待ってな。保証任務があるんだ。お兄ちゃん、任務やってんだ。父さんが神楽を使ってた、かがりかごだ。息の仕方が大事だと教えてくれたっけ。炭はこのかごに入れて売りに行く。町に降りるとみんなが買ってくれるから、帰りの時はほとんど残ってないんだよ。やっぱ人気なんだね。本当にありがたいことだ。まあだってそうだよね。この頃って当たり前だけど、電気とか、ねえ、城下町っていうかそっちにはあったかもしれないけど、電気なんてないからね。火だから絶対必要みたいな、そんな、それぐらいだもんね、多分。お兄ちゃ売れんるんどだころう行ね。くの？ばあちゃんがいつもここに座って日向ぼっこしてたな。俺も一緒に座って昔話を聞かせてもらった。いやー、これ北条パネル見たら泣くな。ちょっとごめんな、こっち行かせてくれ。お兄ちゃんちょっと行きたいところがあるんだ。川に行くんだった。ダメか、行かせて何くれやっねえてんか。だ俺。行くぞ。ねえねえ、早く水汲みに行こうよ。待ってくれ竹雄、その前に鬼滅ポイントだ。鬼滅ポイント、よし。いや、なんかこれちょっと待って、なモンスターハンターみたいになってきたんだけど。いや、アイスボーンかな？モンスターだったじゃん。よし。兄ちゃん遅いよ。待ってくれ、待ってく何してるの？
もう、いや、結構長い。楽しいね。なんか、映画のさ、要は裏側じゃないけどさ、それ、お兄ちゃん大丈夫？そういうの見れるの、早く来ないと日が暮れちゃうよ。すごい、なんか目頭がジンジンくる。兄ちゃん、どうした？あ、鬼滅ポイントある？分かった、ありがとう。鬼滅ポイントいただくわ。それではいただきます。最後の鬼滅ポイント、よし、来た。いつぞ、待ってろ。まあいい、幸せな夢でねえっていう気持ちも分かるんだけど、やっぱりそれは現実から目を背けてるっていうだけだと思うからね。目を覚ました方がいい。水を汲んでくれ。はい。あ、起きろ起きろ。うん、かわいい。かわいい。あ、お兄ちゃん、ねずこの匂いだ。起きろ、攻撃されている。夢だ、これは夢だ。目覚めろ、起きて戦え。そうだ、俺は、あ、こっからのシーンだ。汽車の中だ。お兄ちゃん、大丈夫？ごめん、行かないと。早く戻らないといけない。ごめんな。お兄ちゃん、本当はここにいたいんだよね、炭治郎は。それはずっとここにいたいはずなんだよ。俺に夢を見せている鬼が近くにいるなら、早く見つけて切らなければ。早く。お兄ちゃん、どこ行くの？今日は山菜いっぱい取れたよ。おい、兄ちゃん、こんなとこで何やってんだよ。水汲みに行ったんじゃなかったのか？炭治郎、どうしたの？その格好は？ああ、ここにいたいな、ずっと。振り返って戻りたいな。本当ならずっとこうして暮らせていたはずなんだ、ここで。本当ならみんな今も元気で、禰豆子も光の中で、青空の下で。本当なら、本当なら。でも、もう俺は失った。戻ることはできない。お兄ちゃん、このシーン、置いていかないよ。これがダメなんだって、このシーンが。マジで、お兄ちゃん、こここのシーンはマジで。いや、ちょっと本当にさ、もうあのシーンがさ、いやー、ダメだね、あのシーンは。ちょっと、いや、すごいね、ゲームでもう本当映画と変わらない今感情になったもん。ちょっと待って。はい、すいません。よし、やめてくれ。ごめん、ごめんな、ロクタ。もう一緒にはいられないんだよ。だけど、いつだって兄ちゃんはお前のことを思っているから。
みんなのことを思っているから。いや今落ち着いたとこじゃん。今落ち着いたところだったのに。たくさんありがとうと思うよ。たくさんごめんと思うよ。炭治郎、忘れることなんてない。どんな時も心はそばにいる。だからどうか許してくれ。行くか。行くぞ。早く精神の核を破壊しなければ。なんという美しさ。どこまでも広い。そして暖かい。いない。鬼がどこにもいない。匂いはするんだ、かすかに。でもなんだこれは。幕がかかっているようだ。どこからでもかすかに鬼の匂いがする。場所を特定できない。どこだ、どこだ、どこにいる。炭治郎、刃を持て。切るべきものはもうある。お父様、切るべきものはもうある。切るべきもの、目覚めるために。わかったと思う。でももし違っていたら。夢の中の出来事が現実にも影響する場合、取り返しが。迷うな。ここのシーン見せるのか。やれ、やるんだ。見せるのか。夢の中の死が現実の目覚めにつながる。つまり切るのは自分の首だ。さすがに白黒か。うー、どんだけ怖いかだよね。自分の首を切る。大丈夫、生きてる。そうだ、これ切符。やっぱりこれもかすかに鬼の匂いがする。切符を切った時に眠らされたんだな。鬼の細工がしてあるんだ。これだけ微量の匂いでこれほどの強い血気術を。あ、煉獄さん、善逸、伊之助。手首を縄でつながれている。誰なんだこの人たちは。なんだろうこの縄。日輪刀で断ち切ると良くない気がする。禰豆子、頼む、縄を燃やしてくれ。うん。
ん？夢が途切れた？まさか失敗したのか？まあ、所詮彼らは捨て駒。時間さえ稼げていれば別に構わないけど。邪魔しないでよ！なんだ、鬼に操られているのか。あんたたちが来たせいで幸せな夢を見せてもらえないじゃない。何してんのよ。あんたも起きたなら加勢しなさいよ。結核だかなんだか知らないけど、ちゃんと働かないならあの人に言って夢見せてもらえないようにするからね。まだいたのか。俺と繋がっていた人だろうか。結核、病気なんだ。かわいそうに。この時代だと治らない、治らない病気だよね。人も心につけ込んだ病というか。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。でも君の夢の中、心の中は温かかった。案内してくれたんだよね、この玉まで。ごめん、俺は戦いに行かなきゃならないから。幸せな夢の中にいたいよね。わかるよ、俺も夢の中にいたかった。大丈夫ですか？ありがとう。気をつけて。はい。すごい匂いだ。重たい。この風の中、鬼の匂いがここまで。鬼は風上、戦闘車両か。禰豆子、お前はここで待ってろ。みんなを起こせ。さあ、ここでついにまだエンムとは戦えないのかな。多分もう行く？もう寄る？おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょう。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。うわー、もうやるか。もうやるの。いきなりちょっと待ってよし。狭い。ワン！いけ！今のところそんなに多分、まあさすがに第一戦ではないと思うんだけど、まあ第二形態っていうとあれか、あの静かにした方がいい。大丈夫？大丈夫？よいしょ！はい！第二形態だとやっぱり無限列車だよね。なに、お眠りー。え、どっちこっちか。やばい、お眠りー。強いんだけど。よし。まだ第二形態ってか、多分列車になると思うんだよね。列車になるってか、列車で戦えるか。え、どう戦うんだろう。わかんないけど、どういう風に変身するかわかんないけど、うまいね。あっ、やめてください。やだー。はーやんやん。ごめん、うるさくてごめん、キモくてごめんね。あっ、ね、じゃあ水車からない。やっぱりあれだね、その対戦と違って鬼はあまり隙を作ってくれない。うまくコンボはあまり組めない。うん、やっぱりスーパーアーマーっていうのもあるのかわかんないけどさ、痛いよ。大丈夫、でも、そう、
お眠りみやめちゃん、起きます、おはよう。よし、はい、第続きで目覚ましましょうね。さあ来いよ、ダッシュ。まともじゃないです、僕頭よく言われます。あっ、やめ、はい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 、ねじれーずー。滝つぼも決めてもいいかな。滝つぼー、今やんちゃーん。解放はまだ使いたくないぞ。よし、オッケー。これでも解放ってあれか、使うか。お眠りー、やめてー、おはよう。おはよう。解放、全解放行こうか、全解放行くぞ、全解放。ほらー、どうしたというのかね、私は全解放しておるでござるよ。うん、どこかに、あっ、適当な、適当になりすぎ。待て、バイ、どこだ、大丈夫大丈夫、あと一発で終わる、あと、まあ、まだ第一形態だからちょっと適当に戦っちゃったけど、さすがにまだ来るでしょ。